ああ FEC チュンド !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 FEC チュンドさあ今夜も始まりましたオードブルの新アニメシテロ、えー、オードブル松田健吾です。ということであの今回はちょっとあの お仕事が入りました。うつきお前。本当よ。や。お前、うそつきや。お前、違うレジュラー休むような仕事を俺らがもらえるわけないだろ、お前。奇跡起きてお前、ただサボりたかったですってはっきりや。違う。マジで仕事だろ。こんな夜遅くから何の仕事するばお前。ドラマの撮影じゃ。あが言ってるわ。 はいい嘘でですすす違ま本当そんなわけないさなお前ドラマの撮影っつってからよ、うん、こんなお前、うん、ちょい役の役でさ、うん、そんな11時から撮るような役ないだろお前 <laughs> あってん <laughs> ちょい役ごときがちょい役がちょい役がありましたよ えー、今回、われわれですね、はい、オードブル二人揃って、えー、トラウマナイトの方に、はいえー、お呼ばれされまして、ですねしていただきまして、撮影でございまして、ですね本当に、あの元さんちょい役で僕はちょい役、はい、僕はあの松田健吾のバーターとして。そう今回ね <laughs> これぜひ放送を楽しみにしていただきたいんですけど僕は松田健吾人生初です松田健吾のバーターとして僕がくっついてったのは初めてコンビニの仕事とかはありますけど撮影とか今まで僕一人でそんか呼ばれるミュージックビデオとか毎回ドラマも僕はありましたけどなんかで一人で呼ばれるパターンはあるんですけどそれでね別に お前とのマウントを取ってるつもりもないけど、うん、人生で初松田健吾のバターとしてついてってって言われた <laughs> おおこんな面白い展開があるんかとありがたいことに僕ちょっと今回もうメ,イメインみたいなレベルですから、まあ、本当にそんな時代が来てししままいましたねいや,やっと松田の時代から <laughs> 来ました。<laughs> いやあれだけどねねたたままですよ、ね、理由が理由だけ理、ね、理由が理由がなんですけどこれはまあちょっと皆さん本編ですか念のため何のドラマかははいあの内容までは言わない、えー、でなどういう役やってるかまではもう見ていただいて、まあ、ちょ前日に今収録してるんですけど、うん、そうで、ね、一応明日だからその木曜日もう多分今終わったぐらいかもしれない終わったか まだやか多んそれは現場で聞いてツイートとかすると思うんでそれはちょっとごめんなさい言えない今は言えないというか確証がないんで怖いので言わないですどこまで行っていいかが分からないでう。なんでまあまあドラマの撮影がそうっすなことあるかねオードブルと女性タレント3名でしょ3名です今回出てくる人あと1人ぐらい誰かいるか前 パーラダイスアラダイとかがやるシチュエーションだよこれ。だよな。そうだよな。お休みの理由がパーラダイスとハンサムとかの理由だよな。いやいやありがたいっすよ。本当にね。助かります本当に。いやいや。久しぶりっすねテレビ出させてもらうんだからそういう意味では。ああいつ以来コンビとピンはだからそのコロナぐらいの時に僕ちょろちょろっとなんかそのチューバー伝説っていうとかなんかちょろちょろっとあったりはしましたけど。 そうだな…コンビってもうないんじゃコンビでだからテレビ出たのってどっちがな…さっきあの…どっちが近いあの… ?A ランチとファントムでた A ランチとファントムで A ランチ出たさん A ランチランチ出たさファントムでネタであ出ましたねはいはいはい A ランチとコチザミプラスどっちが近いギリ A ランチが近いぐらいじゃなねえ A ランチが近い近いんじゃないちょっとレベルではなもコロナ禍ではな定でうん 2年ぐらい前かなてもらいましたね。確かに。でもほら、俺がだからテレビで出るときって、今日ファントムを降臨してるじゃないですか。だから、あそうだなスノーマッチ初めてやんにえー、ガチ初めてやんに。ちゃんとメインで出てるのは初めてですね。そのちょい役以外で初めてやんにや。そうね。その化粧以外で。 化粧じゃないっつってるだろお前あれ、まあ、まあ儀式で下ろしてるってどっちでもどっちでもいいんだけどどノーマル松田健吾を使いたいと思うディレクターがまだこの世にいたということでことで,でも使い勝手っていいと思うんですけどね <laughs> 黒髪メガネはま,だま,だ <laughs> まあ逆に俺じゃなくてもいいレベルの人も多いですからねというと いやいやその黒髪メガネなんて別に俺じゃなかたっていいことは別にいっぱいいるんですけど。まあまあでも今回は君がいいという。こと君は指定でしょ。僕ご指名いただきました。五種です。あなたバーターです。僕バでです僕。次で。いいっすよ。面白いから。どうせだったらっいう。どうせだったらコンビで。あやいいっすよいっすよでもこれがあの評判表見たら、ファントムマツダって乗ってるんですよ。僕は元氏で乗ってるんですよ。はおファン。 でもファントマツダするわけじゃないんでしょではないですだからノーマルのマツダでしょだディレクターさんはあのことファントムマツダで認識してるから。らしいよ。ファントマツダでしか出たことない弊害が今ここそういうことあなんかいい子いたねっつって。うん。なんかあの。ファントマツダね。うおろしてないときあの子なんか黒髪の眼鏡。おろすとかの概念ないやつだから。ないんだと思う。そういえば。うん。ないんだと思う。見たことがないから。 存在しててないんだと思ってる <laughs> まあな、うん、可能性はあるけどもまあまあありがたいことにねあ<ー>あのお呼ばれしましたのではい、はいはい、なので<非>まあ終わってワンちゃん本当は生放送間に合うかなーって可能性もあるんですけどちょっと分かんないんでこれがもうなのでまあ今回も念のため収録と収録間に合わなかった時よりはねし 収録にしましょうっていうことでそのぜひたくさんメール送っていただければなと生じゃないわよだから収録にメールコメントもないから大変だなと思って今回今週でしょメールも必要だなと思ってメールとか送ってくれないかな今ツイッターかなんかで募集しろよじゃんもう。今収録してますなんかありますかなんかありますかなんかありますかよしかも雑魚芸人の方の っていう感じなんではいよろしくお願いしますまあまた来週いこうそうですねそうですねんか出たかな俺ファントム以外出たことあったかなないんじゃないテレビは一応ね本当にエキストラレベルのはありますけどうん昔あのともさんがやってた番組のオープニングのあの嫌な若手社員で書ててもう出たとは言わないあれはでもガッツリ映つってて僕たまに言われましたよああそうですかはい言われましたよ でもそうだよなあとはでも CM かなゆく言われてたのはなんか出てたね何の CM でたッピングりゅうりゅうり2人でやってたしファントムやしやファントムでファントムやしやファントムはめっちゃわれるなんで俺バケモンとなにいるばって言われてるのリュうりはんとかでファントムやしやノーマルなんだしよヤのノーマルはマジでそれぐらいだ社長のやつのあれぐらいでもやっぱすごいよテレビとか CM ってのはやっぱり僕も一時期 CM スターだった時がって あったんで、あったね。あの三つ抱えて、あ,あ,あのああ <laughs> いろいろ大変だった時があるんですけど、<laughs> あ、ノーマルで。 テレビじゃないけどを時期があってオーロラはほら一応ノーマル出てるよ町田姉さんと夫婦役でオーロラはちょっとねテレビではないからウェブ CM じゃないですかウェブ CM でもやっぱテレビってのは偉大じゃないですかまあまあそうですね特に沖縄まだテレビ見てる人いっぱいいるからね不特定多数にき届くわけでしょそうねなんであの僕は一時だからファミマの CM とかあそうあ出てたなフラチキのフラチキフラチキかああ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 

とかえっとジモティも出たことあるし、ああそうね。CM はでもなんやかんや。戸田さんなんか多いよね。まあ琉理派。流理派ありがたいことにもあれペイデーであのお話いただいてと最近はあのあもうもうコラでよに出していいんですけどナレーション。ああそうっすね。でテレビ CM とラジオ CM に出てますので。ですね。えっと沖縄ガスさんのえっとカンタんっていうあの乾燥機衣類乾燥機かな。うん。 あのー、の、CM。カンタ君んっていう、CM のナレーションね。そうそう,そう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 。<ー>沖縄ガスなら、施工も早くて安い本物だ <laughs> 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 もうちょい喋ってるんで1個テレビに決まったら2人で浮かれて「ほぼーイ!」とか言って「い点込コンビニでやろう」って僕はまじたまにやるからあるねあなたはあれですか何も言わないけどやっぱ松田オール出るっていうのはテンション上がりますねいやついにバレるかと素が素で出るっていうのは確ほぼほぼ出ないですからねだってその ドラマなんてだってさ別にさもう本当ありえんぐらい一応覚えるの遅いさお前ねセリフとか遅い遅いじゃん遅い俺は俺だからあれ一週間ぐらい稽古してもらうと俺覚えんからな俺は結構スッて入るからダンスとか弁護士とかの稽古とかでさいろいろ入るけど あのだって自分たちの漫才でそれを覚えるの遅いんだから俺漫才も遅いねうん俺ももういいよって思ってる時あるんだけどもうちょいやろうって言うからまあまあやるけどだ覚えたんセリフですよだって今日しかないホンだったよ覚えたんお前ギリギリでまだです今覚えてます覚えんと思うお前喋ゃる量めっちゃあるんだ俺も覚えたよお前だって23とだからお前4行あるわ俺4行あるわお前いい加減しろお前 もう覚え俺はもうそりゃ4行だからすっと入れて俺もだから間に合うんかで明日あれだろや何朝9時入りだろで今あのでこぼこのラジオ前10時に撮ってるんですよ夜のねいろいろ仕事とか終えて撮ってますけどでこぼこラジオ終わりに単独ライブが今週土曜日に控えてるので音響していただく d j ザッサ a ことキャンカズマさんに。はに。 あのまあ音響お願いしてるので風間さん兄さんにねなのでちょっと今から稽古というか本当は明日だったんですよそれも難しそうだなっていう怖さがあったんで今日にしてもらったんで多分今日2時か3時帰りよ全部やってかかるから9時いけるでしょでも俺はねこういう時お前ヘマすると思ってるからこういう時ヘマしないあっホントだって気張りまくってるからあ逆にね 寝れない逆に寝れないで明日の昼ぐらいに死ぬほどの眠気に襲われるまあ昼多分空いてるでしょちょっと空きます朝と朝と夜なんでしょ空いためっちゃ空きますんで僕俺19時にゆっくり来られるそう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 もうバイト休みにしてたもともと何時になるか分からんかったから休み取ってて夜19時スタートですと今日決まったんではい もう一な、やっぱ出れますもしんどいしなしんどいし、単独の準備しようと思って僕はゆっくり明日行きますけど、楽しみっす。いいじゃないですか、どんな感じになるのか、ちょっと楽しみですね。SNS とかにもこんな感じで撮影してますみたいなのを上げますので、上げてると思いますので、ちょっとさかのぼって見てもらえれば、はい、お願いします。こんな感じですか、あしの理由はこんなもんです。じゃ一旦 ギノアンヒルズ通り命デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しいギノ乃湾の楽しみ方がきっと見つかるギノ乃湾ヒルズ通りステマグーから伊佐交差点へとつながる坂道ギノ乃湾ヒルズ通りに遊びに来てね生活総楽館サンフティーマ毎日の暮らしの中の小さな幸せそのあなたの笑顔を見るために私たちは 天馬から地域を支えます太陽のように地域を照らす場所サンフティンおかげさまで20周年これからも地域とともに歩みます何食べたお肉牛角カルビとダブルタンボン黒糖サスバター美味、うん、しい <laughs> ラーメン食べるかイチ食べたい美味しいやってる牛角牛角茶炭店好評営業中 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ夕方になると美味しそうな夕飯の匂い毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ夕方4時から空いてるよみんなおいでよ住吉国際ジュニアクラブこのあなたそんなあなたに朗報です両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんです お得な情報を聞き逃してるかも。ああ、二十四時間聞かなくちゃ。そんなことはできないので、公式ラインアットの登録をよろしく。マニック。はい、牛角カルビとダブルタンブ。黒糖サツバター。美味、うん、しい？<laughs> ラーメン食べる？ラ食べたいおい美味しいやってる？牛角,牛角技能アンテン、好評営業中。 オードブルの深夜に召してろ FM 技能から今回は収録でお放送しております。こんばんは。んんということでまあまああ今週は我々収録でやらせてもらっているので。 コメントも何もないですしメールもないですしコメント読まんけどなあんまりだってお前がずっと喋ってるもんな基本的にあんまり読んでないけどこのジオ。でも月っ含めてコメント一番読まないで一番読んでる方でそうか何なら読んでる方で多分俺ら凸凹が一番読んでないかなまあまあいいんですけどいいんですけどって毎回来てくれてる人に申し訳ないけどそういうことじゃないからね別に面白 面白と思ったらすぐ読むし公式アンチが毎回来るんで俺のところには公式アンチが来るので今日から来ないです公式アンチは来ないですね元師公式アンチいますもんねいやいや今週土曜日にそうですよ単独ライブ第2回オードブル単独ライブ全力という単独ライブがあるんですけどもそれなんか見どころ的なものを全部言ってやろうかなって見どころを。 見どころよ。内容は言わない。ああ見どころ。ここ見逃すなよっていう。ああなるほどね。はいはいはい。演出家。あきも。<laughs> は。もうい今や演出家ですよ僕はもう。おあれリチョも含め。薄ピンク OT シャツ男が鳴いてる。<laughs> ラジオ誰が。<laughs> ラジオのみんないましただろ。あ、こいつ今薄ピンクオーティシャツこいつ薄ピンクオーティシャツ胸ポケット着てあるからこいつ今。ええ着ているからね。いいんですけどまあえっと今週土曜日第二回単独ライブ全力という単独ライブを行うんですけども。そうですね。まあ残念なこ残念な残念残念ではないですね。まあまあ満席ですよ。もう満席ソールドアウトですははちょっとない出せないです。ちょっと読めないんで。 キャンセルがここから10人がドンって出るんだったら出します出してもでも1人2人ですよもう出なので予約していただいた方のみ買っていただいた方のみ限定となりますのでよろししくお願います19時半会場20時開演というライブ土曜日にあるんですけども19時半に皆さん会場してもらえましたら。 もうあの DJZAZA が狂気乱舞してるんでもうあの DJ してるんでだから我々のライブの時は毎回会場タイムはほぼクラブとかしるんでああ狂気乱舞していただきまして皆さんで会場中ねだから始まるまでは全員立て許してもらっても構わないっていうますまず楽しみのポイントとしてはそこでまずそこですねはい d j 回あのグッズ 初めてですねおられる作ったのはご用意させていただきました傍聴と呼んでるんですけどこれはえ、今回ステッカーと缶バッジご用意させていただきましてまずオードブルタイトルタイトルロゴなのかあれはオードブルロゴステッカーコンビ名ロロゴゴスステテッッカカーーーオドブルでいいんじゃないですかまあまあまあっていうオードブルの名前のロゴみたいなの作りました作りましたんで僕の方で。 オードブルロゴステッカー1枚100円で販売しますとあとオードブルのイラストステッカーということでオードブル2人とキャラもの2組合計4種類のステッカーをご用意しておりますこちら1枚200円となっておりましてもこもこもとし松田はい ズケランね。太郎とファントム松田の4種類ご用意してましてこの4種類1枚200円なんですけど4枚買っていただくと800円4種類買っていただいた方にはタイトルのロゴステッカーですねロゴステッカーを1枚プレゼントという流れにしたいなと思いますまあ別にこれ1枚タイトルというかロゴを買いたいってうんだったら別にそれはそれで100円で買っていただければと思いますしロゴは 台座は白なんですけどペリッと剥がすと余白部分が全部透明になるやつなので名前の部分だけ貼れるよっていう感じですねお願いいたしますとこちらが一番の傍挙と僕は呼んでるんですけど大傍挙ですオードブルビジュアル缶バッジという缶バッジを5種類も作りました雑魚アイドルが作るグただですよこれはちゃんとした業者に。 ステッカーは自分たちで作ったんですけどステッカーは手作りですけどあくまでも手作りですステッカーもちゃんと業者に頼み出来はとてもいい出来はめちゃくちゃいい見た上での出来はとてもいいこれだからイラストをカバッチにしたかったとても出来はいいとあとはビジュアルで勝負だいうですつこちら300円で300円も安いですよね缶バッチあのでかさでちょっと大きめのやつですちょっと大きめまあ中間ぐらいですよ あのね、他の芸人の,あのグッズも見たことありますよ。はい、で、缶バッジは大体イラストでちっちゃく作って、はい、こう可愛らしくやってカバンとかにもちょっとつけやすいみたいな感じなんですけどそんなお前らは自分に自信がないのかとよあれやね、需要がないね <laughs>、えー、50個いらない、そんなに5種類10個 <laughs> 5種類五0個,個,個、1個300円 <laughs> で、えー、こちらはですね、はいあの、スーパーセット価格を用意しました。はい 5個を買っていかた、ただた買っていただく方は、はい、1000円で<そう> <laughs> !1500 円のところを、はい、1000円で,円で えー、在庫処分とか <laughs> <laughs> 別に4個買ってもいいよと1200円で売り出しから在庫処分とか <laughs> いやもう今回この缶バッジを僕はあの全てはけましたというのがあの打ち上げでの一言目と決めてますので、はい、乾杯じゃなくてこれを僕はもう打ち上げでの一言目にもうすみません、はい、設定させていただきましたので,で、ね、皆さんのご協力次第となっておりますので。 よろしくお願いいたします。お待ちいね。おとちかね。何人かね。ぜひご協力をいただければなと思いますので50個完売します。と飲み物お酒などもご用意させていただいてますのでえっとアルコールが300円。におつまみをちょろちょろっと集めたものまあアソート的なアソート的なのを今のところ23個どっち ちょっと当日まで決めますけどセットだったら400円ドリンクもあるんだよねソフトドリンクもあるんだよねソフトドあお茶とコーラがありますねは200円で販売させていただきますんでぜひこちらも持ち込み自由なんですけど飲食もぜひ中で買っていただければ買っていただければ余ったら僕らが飲むんですそうっすね飲み物に関しては別に余ったら我々とかスタッフでどうせ分けるんで頑張っちゃって余ると困るんですよぶっちゃけいい ステッカーは売りたいんですけど全部買っていただいたら嬉しいですけど、あのー、最悪余ってもまた次のライブとかいや缶バッジもまた次のライブで出すい本当にあれはもう二度と使わないどこお前次のいちおさんとか俺もあのアクリルスタンド予定だから最 <laughs> 使うんだよアクリルスタンドは絶対に今回できながら初めてだからっていうことで缶バッジでとどめましたんでアクスタはマジでマジでマジで作るから俺もじゃあだから あとほらグッズのとこで見たらさ一回さフィギュアもあったさ2万とかで2万とかねあれやりたいわ俺の写真送ったらそれがフィギュアになるそう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 元紙フィギュアを1個作りたいっすねそうなってきたらもうちょっといらないっすけど限定1個で3万とかあんまりしょウフジシが来るときだけかなマジウフジシが来るときだけウフジシも買うかなウフジシに買ってもらわんとこって困る話だからな3万までもちょっと高すぎるなまあでも2万で発注すんだった万だよもうまあそうですよ まず持って2万だからもう2万スタート確定だからそうですよ、うん、そうなんですけどど <laughs> うだよお前いやまあまあどういうとかまあなんか、はい、もうもう単独終わった後とかでもの生放送とかでもしあ,れあ,まあ一応あの県外の方で欲しいよって言ってくれればまあちょっと送料とかいろいろ計算した上ですけども。 あのぜひ、送りますんで、こっちもね、ぜひ、はい、せっかくとか、乾杯とかだったら、レターパックとかでで、全然、全然、もう、逆に買ってくれって話です。はい、そうですね、郷さん、買ってくれって話です。<laughs> なんで、ぜひ、県外の方でも、まあ、単独終わった後とのラジオで聞きましょうかね。そうすねとか、余ってるのであれば。こんなグッズ作ってほしいみたいなとかがあっても、全然リクエストあっても、ああはい、アクスタだけは、僕、ちょっと、うんっていうンうー作ります。はい シンプルにパずツちょっと外うるせえないやこんなもんすこんなもんすこんなもんすちょっと外うるせえないやいやいやうるない大丈夫大丈夫大丈夫です意外に声しか入ってないんで本当にうんあ本当に全然心配になるぐらい我々が喋ってない時別に触れてないであほんはい全然大丈夫高性能ですね高性能ですはい心配になるぐらい大丈夫です大丈夫ですはい気にしないでくださいはいという感じでスタートするんですまずはグッズとあと今のところ 会場中は DJ も通りのもなんか言ってくれたら大変じゃないあこんな曲かけてキャンさんこんなのやってるから。リクエスト曲リクエストわかんない。じゃあ嫌な顔するかもしれないんでやめてください。俺やってると思ってたから。見てないから俺いつもその時間タバコ吸ってるから俺ら絶対に。俺やっと休憩だっつって俺俺なんか準備終わって後ろで着替えてタバコ吸ってるからな30分。 キャサがどうういにやっか俺なんか外でね来てくれたお客さんちょっとお話ししたりとかもしてはいるんですけどまあ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 分かる嫌な顔する可能性があるんでやめてくださいそんなのやってないですみたいな顔すると思うんで勝手に我々が言えることじゃないんでねまあなのであのぜひぜひ楽しみにしていただければなという感じで会場してある程度しましたら大体19時50分ぐらいお客さんの入りを見てからですけどもう前説 えー、中地君が今回は久々に1年ぶりの前説をしてくれるということで、はい、そうですね今回の中地君のお仕事は、えー、前説、はいえー、舞台監督、はい、道具出し発遣、はい、<laughs> ですねあとなんかと MC です MC 中 MC ですあと着替えフォローも入れようかなと <laughs> 仕事に多すぎるだろ いやこれ聞いただけなんですけど別に仕事量グッて縮めたらみんなと同じぐらいですこれそうっすよキャンサーが一番働いてるんでキャンサーがまず30分の DJ タイムやった時そのままネタ論教させられるっていうねもろもろ機材貸し出したりとかもあるんでそう機材もね貸してもらったりとかしてるぎゅっとしたらだからも話しう地ともギュッとしたらそんなにまあまあまあただ数がなんか多いだけっていうぐらいの一個一個の負担量はそんなに大きくないっていうねじ。はいはいはいお願いします中地君の前説うんでも好評でしたかね一年前回もね またコールセンターあるあるをやってと僕は発注はしてるんで一応あそうっすかコールセンターバイト先の方がいっぱいいるんでまあ多いですけどね去年もやっていただいたんです去年より増えてるんでねコールセンターのありがたいです中地くんのあるあるが受けるのか受けるのかはいはいだからその我々のバイト先の人たちで今回来てくれる方って結構あの半年前の 漫才漫才単独,単独に来てくれた人もそこから来たっていう人も多いじゃないですか。四、ね、月の前。子さんはそんなにいないわけよね。子さんはそんなにいない,ない多分数えても十五名ぐらいじゃない。うん、じゃないですか。ちゃんと一発目も来たよう、うん、そうそうそう。一発目の単独も来たよっていう人は、うんえー、本当に子さんはそんなにいないわけでその。 我々ですこの漫才単独ライブとこの毎年あるこの4月にやるこのライブに関してはちょっと経路が違うじゃないですか別もん別問だとしてるんではいあのー、だから単独ライブと呼んでいいのは4月だけなんですよ、はい、あれはネタおろししてるだけなんであれ単独じゃないですよ漫才をただ羅列してるだけのだはい、はい、試したい漫才をただしてるいっぱいやるっていう賞レースに向けてっていう。うん なんで時期的にもね、うん、その予選なりいろんなのがこうあ,ったあるタイミングでなんんででガガチチやっっててるれどちらかというと4月はふざけていいと思ってるんで4月は全力ふざけですよね我々ふざけていいと思ってるですし、まあ、こコントも何本かあったりもしますし、はい、なんかそういう感じなのでぜひ楽しみにしていただければ、はい、と思いますね,そうですね もうだから今日はある程度見どころを喋ろうかなと思ってて、あのー、だ中地くんの前撮が終わりましたら、予定では20時、はい、開演,開演オードブルーが出てくるということなんですけども、はいうはい、もうこれも出方にも僕はこだわりをこだわりました。出出出方にも <laughs>。あんまり言わなくてもいいんですけどね。ぜひもうどんなして出てくるか。はい これだからのあ後試してからですこの後試すわけじゃないやっとで当日試すわけじゃないですか当日試して建物上「うん」って言われたらあらまあってなるんですけど一応笠原の支配人の名前は言っていいんかな西浦さんにも一応確認を取ってるんですで 多分大丈夫ですって言われたんで大丈夫だと思うんですけど試したことがないって言ってたんでまいあい、ね、県外とかいるかもしれないですけど、ね、オードリーとかがやるレベルよね本当オードリーとか出方としてはノンスタイルとか沖縄芸人の末端がやっていうことじゃないですけど僕はもうこれは今回キャンさんとあれは本当にドームとかでやるようない出をお前は <laughs> ドームとかアリーヌなんか埼玉スーパーアリーナとか,だかそれも演出さ俺幕張はこれ言わないですけど皆さんにはこれはお前はちゃんと分かってるわけさ俺がそういうちゃんそういうどういう,どういう演説をしたいのかって分かるわけでしょお前はずっとなんかジャニーズカウントダウンライブみたいなのをやりたいんでしょお前ずっとや,やっぱオードブル オードブルというか僕なんですけどかっこつければつてるほどやっぱ面白みが増していくんでそれはあなたはそれで面白いんですよはい僕なんかそれ巻き込まれてるからそれでいいんですだからその巻き込まれてるお前も面白いんですこれもちゃんといいなんでやっぱその登場の仕方からも楽しみにしていただければなとそこもねネタも発表しましょうあいいですかどうせあのアンケートも入れるんでそうですねネタの順番とかはい知りたいでしょみんな どううでしょこれこのラジオ聞いてくれてる人我々に興味ありますかある人いるかあるやつしかないのか厳選させた厳選した興味あるやつだけがまずネタ1本目漫才将来の夢はいこれ先月先々月ぐらいにやったネタですか年明けぐらいじゃないですか ?1 月じゃない ?1 月か2月1月1月一月2月はバレンタインやってるか 1月にやった「将来の夢」という漫才でございます続いて、うん、漫才これは、えー、と去年の10月の漫才単独ライブでもやりましたけどもちょろちょろっと変えつつマージャンネタもやろうかなという感じでございます、はい、これは多分見たことある人もいるかもしれないです、はいはい、続いて、はい、漫才 3本目三本目これはちょっとこれが一気にこれ問題じゃんねこの漫才これね何が問題って今単独何日前2日3日前3日前でまだなんと70%ぐらいしか固まってないでもこれは俗に言うえっとねあこれ今回僕らネタを放送作家のキャンさんキャンヒルさんに ヒップホップの放送作家だったり OTV のねオーワングランプリの作家さんやったり作家というか審査員もやったりされてるめっちゃすごい方なんですけどまあまあキャンさんもともとね FEC の人でもありましもと出身が FEC でまあもちろんね関係性はあるんで今回ネタ見せいいっすかってお願いしたら快く引き受けてくれたので一応そのあるわけじゃないですか僕らって特に僕ら特にあの。 基本お笑い劇場とか月一のライブでやる漫才っていい意味でですよ適当じゃないですかいい意味でよいい意味でとてもいい意味であんまりいい意味に適当ってないいい意味で適当だよねってもう半分バカにしんって台本がないじゃないですか僕らあんまりガチガチに作らないですね我々は僕らはやっぱその日の自分の熱量で漫才をしてる一流フレンチの言い方じゃん その日の熱,で熱量でどういう返しをするとかどういうまでやった方がいいんだとかデブの気まぐれ漫才は興味ないからやってるんで僕らはどうしてもどうしても,してもねで賞ーレースの時だけ台本を起こしたりするすしかりととかまあおたりとか間を詰めたりとかまあこれはもう賞ーレースなんで適当にやっちゃいけないんで適当にやっちゃいけないんで別にお笑いっ適当にやっちゃダメなんですよその 僕らの面白さがやっぱあれなんでお客さんをこう対面にした時のあのんですか距離感の取り方というか僕ら一番むしろの F ライブなんですよそうですねあのもうネタを前日に作ってるんでほぼねほぼできたてほやほやなんで情が乗りまくるんですよ何の精査もされてないそうそれをやって精査していくと飽きてくるんですよ僕がダメだよ漫才に なななんんか飽きたここの漫才つってだ毎回毎回フリートークしたいだけというのもあって今回一応単独やりますけどその中のうちの2本漫才があってそのうちの2本はちょっと賞レースを見据えたちゃんと作ったネタという言い方あれですけどちょっと詰めに詰めてキャンさんにネタ見せもした上でパワーアップしてやるんですけどこのファンの女の子に限っては。 完全に糊だけで作ってる。当日次第ですこれ。これ。えっとまあ新っていうなら一回やりました。ネタチトネで。新ネタチトネでな。お客さんが読んだ。読んだったとそんなバレてない。そんなにバレてない。だからこれそんなバレてないから。ほぼ新ネタで。ほぼ新ネタですだってあの時からだいぶ変わるから。 それも新ネタトネの直前のラジダブで作ってるもんねラジダブ終わりでケロケラ笑いながら作ってるからノリで喫煙所で作っていまだに一回もネタ合せしないんだよこれはそうなんだよなこれマジ一応マジの一応そのファンの女の子さ3本目ねこれもうあの一応ゴールは決めてるさゴールと流れは決めたさそのこれマジで練習しなくていいいいよ12回はするじゃんその家庭の部分のあ家庭とかのツールはする するけどあのマジ当日次第なところだよこのネタよくもあるけなそけど最低限のラインは作るけどよくも悪くも当日ですこれまあそうですよ僕次第です当日のなだから3本目ぐらいでやっとかんとお前の体力が爆発する可能性があるもんなでも多分はははいいい多分なもう限界ってるんですよ麻雀で早さぬそうだよ絶対早さぬ去年より相当疲れるよ今回のラインナップまあな去年はだから マージャンとか俺がボケになってるじゃん漫才ってどちらかというとその去年この4月のライブやった時は全部元っさんボケボケなんですよそんなに疲れないんですよねらしいねそんなに疲れないあそう俺はツッコミをネタの時の俺も疲れないのよだから逆にするとお互いが疲れるっていうあんまりいいメリットはないのよで今回3つ目だから今言うのもあれなんですけど気づいてますこれ気付かんか気付かんだろ 実は。ボケと突っ込みを毎回入れ替えてるんです、これ。見てる人、多分ごちゃごちゃする。なあ。将来の夢は僕ボケです。そうですね。麻雀。こいつがボケです。で、また、ファンの方がか、僕ボケ。に戻りますので。えっと、前半戦は、それでいきます。はい、はい、はい。っていう感じで。え四本目が。痩せる薬。はい。これ三月でも。やりましたけど、お笑い劇場でも。で、これはキャンさんにも。ネタ見せして。ちゃんとできました。 いい感じにちょっと進化ちょっとレベルアップしてます相当レベルアップさせてもらいました前見たことある方はちょっとあここ変わってるんだとかそんなのもありますねぜひぜひ楽しみここはねまた僕がツッコミになりますので僕がもうやばいやつになりますんでねで5本目前半ラストがコントでお送りしようかなということで少女漫画あるあるということでねそうでまあこれはもう概要言いませんけどこれは概要でに 今回ライブ来てくれる方はほぼは見たことないと思いますんかこれもやってたの23年前でしょだからその時コロナ禍なる前じゃないコロナ禍ぐらいじゃない前だよ前劇場でやってるんだからまあまあ本当そのレベルそう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 で今回をもってこの「少女漫画あるある」というコントを封印することに決めたのでぜひこのコントも楽しみにしていただければなと思います はい、えー、でまあボケツッコミボケツッコミボケとやった上で前半が一旦終了しましてえいっ中休憩ということで中地君が出てきまして僕とグッズの。 お話をちょろちょろっとしようかな、まあはい、グッズ発案が僕なんではい、はい、僕と話をした上えで、うん、あの10分ぐらいの映像タイムを設けてますので、えーまあ、休憩しながらとかグッズ買っていただいてか、りりタバコ吸てていただければといん <laughs> じゃないんであもう僕らのとこに来てもらえば <laughs> あそこもそんな大人数は入らないです大人数では来ないでください一、はい、人で来てくださいで我々も 全力で一回タバコ吸ってるんでお願いしますお願いしますでえコント2本目前半1発目はコント2本目で「叙情参巻というコント新ネタですねそうですね完全新ネタコントこれはもうどこにも出してないこれ1回もやってない1回もやってない怖っっていうコントを出しましてそのあと漫談がはい一本ありますありますねもうこれ当日どうせアンケートに書かれてるんで言いますけど漫談「稲妻イレブン」ということで誰がやるんかなお前だろお前だろえ 俺稲妻レブン興味ないねリも。だん稲妻レ1ンをいねいただきまして漫才2本で終わるんですけどもその最後日2本がまず「内名口」これも去年の10月の単独で初めて出して12月のお笑い劇場でもやりましたねやったまあ結構評判のいいネタがこれはですよどっちかですだから。 今回キャンさんにネタ見せしてこういう路線に行ったわけじゃないですか。はい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 。僕の中で一応革命が起こってると思ってんです。あの下りは。はいはいはい。あの路線に向かって行ったことは、革命が起こってる自分の中で。こんなにもうちな口っていう正直小レース向けのネタなんですよ。これ。一応な。一応。うん。一応小レースに向けたネタなんで、あのセリフとかちゃんとやってるんですよ。うん。だ、正直とある程度な。まあもちろんね。うん。 でもどっちかっていうとちょっと窮屈であるんです自分の中で好きなようなこと言えないはい抑えてるネタなんで決まってるからなこれがある程度いいラインで革命が起こってしまったなといい感じに改良できたあれがどっちに転ぶかこれでもオードブル好きは大好きだと思うよああもうオードブルき全開でしょこれ全開だろこれまあ確かにそうかもしれんな 最後から2番目のネタにしてますけど一番自信がある漫才漫才じゃないですかこれ今回そうですねもう大河兄さんとか一番笑うでしょどうなんでしょう芸人は笑うでしょこれどうなんでしょう分かんないだからこの開業したバージョンを芸人が見てないからさどんぐらい受けるんかなんとも何とも言えないんですけどでも僕らは僕らの感覚ね今までのもう56年やった上での感覚で ここ二三か年はもうお互いで感覚共有できるわけじゃないですかこれは俺大丈夫だと思うお前はどう思ってんの俺は後半の下りあそこだからめちゃくちゃ真面目な話するとあの聞き取れなくなるとダメなんでそれはやった上でそう聞き取れた上でじゃ聞き取れた上でですかで俺らのファンが来てるあじゃあ喜ぶじゃないですか喜ぶからでも俺らのファンつってもだから ももととそのオードブルのネタ見て来始めてくれてる人たちはめちゃくちゃ笑うとう<ー>、うん、でもその今回バイト先の人とかでバイト先の人も何か分からんけど、うん、みんな面白いっていうさ、うん、頭おかしいよ全員あ,じゃあそっかじゃあ全員頭おかしいんだ <laughs> で新しい子も来るけどうん、うん、どうせ頭おかしいよだってあそこにいるんだもんなあ <laughs> <laughs> 頭おかしいってば。どうなんでしょうね。わかんないけど、うんいいんじゃないですか。なんでか知らんけど、リピーター多いさ。多い。毎朝け。ありがたいよな。で月曜毎日毎回来る人もいる。いる。ありがたいわ。おかしいさ。おかしいってば。俺あのおかしいあのちょっと席隣になったら毎回俺にあのネタはどこでどういう。だから俺ガチファンもいるから。ありがたいんですよ。めちゃくちゃ嬉しい。はい。 めっちゃ応援しててくれるんでねだからその分かんないの他のねそういった芸人さんとかがこういうバイトとかでやってバイト先の人が来てくれたりとかあると思うんですけどリピーターで来てくれるまでこうなってるっていうのはそれなりに楽しんでもらえてるもんななないいるありがた本当にでネタこれが8本目になるんですけどここまでがちゃんとしてます。 ちゃんとしてるかちゃんとはしてるちゃんとしてるなここまではちゃんとしてます最後にこれなんだよこれ当日これどうする当日のお楽しみにするもうでもああまあうんそうじゃない。どっちが面白いのこれってでももうさこのラジオ聞いてる人はアンケート見たとてはいはいって思うんじゃね去年来てる人は分かるんじゃないだしあのもうさあの出囃子のさ あれもさ、その音声なくしたわけじゃん。俺、もう、表記してていいなと思って。はい。表記してていいな、アンケート。はい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 。どんな、どうも、今ここで。決めよ何が。いいんじゃないですか。アンケート表記パターンでいくか。ああ、そういうこと。アンケートも表記して、今ここで発表するっていう。ああ。どんなもん、どんなもん。隠しとこ。隠しとこ。隠しとこ。隠しましょう。最後だけ。シークレット。一応シークレット。シークレット漫才。ええ、まるまる漫才。二丸二四です。 もうやがこんだけ笑ってたら、多分もう感づいてる人は感づいてるから、で去年のオードブルフェスに来てくれた方、去年の4月、ね来てくれた方はもう感づいてます。まる漫才、4月のライブの、昨年もあったんだと、じゃあ2024がつくということ <laughs> ですよ。で、こう<応>、<半>一応シークレットですから、これ。でももう、このラジオ聞いてて、去年もオードブルフェス来たよって人は感づいてます。何をやらかすんかこいつらはと。 最後に言いたいことを言おうかなと。本当にいという9本のラインナップでお送りしてますのでアンケート用紙も当日またお席の方にみんな置いてますのでネタ一本一本感想をもらえたらなと思いだから休憩の時っていいどこが好きだったとかんか面白かったワードばって書くだけでもいいですし。 もうだからまあこの人たちはここが好きなんだとかああそうう人に伝わってないんだなとかまあまあたまにそんなことはないと思うんですけどはいはいお願いしますそうですねっていう感じなのであと1個楽しみ方としては音楽にも出イ子音楽バイ子でネタが始まるときに出てくる音楽ねこの音楽も毎回ネタのことに違いますからそれは結構多分こんなにこだわる人ほぼいないぜ沖縄ではいないよとりあえず。 お俺と湊斗メガネ6個やぐらいだよもういないからメガネ6個や沖縄だったらもう俺と港ぐらいじゃんだってもうさいいんだけどいいんだよきんぴの時しゃにできてやつだと思ってそんなことないよいやお互いんか意味あると思うんだけど基本んかそのあんまそこまで気にしてないタイプだからっちはねそういうのにね俺がもうバチクソにここは演出もうてかもう。 ままああ考えてるよな一応なずっと考えてるよなずっと考えてるでもう俺そこまでずっと聞いてるよずっと聞いてるよ来るまでこれ違うんじゃないかなって俺いろんなのずっと聞いてちょっと違うかもしれないなってだからその何とは言いませんけどあの何なんだろうなってのは去年感づいたのはほぼ2人ぐらいでした でしょはいてだけ誰かがいたかなそういうことでしょっていうのを感じてくれたので漫才単独ライブの時はやばい T シャツ屋さんのパロディとしてやばい漫才屋さんだったんでやば T の曲で投資したんですけど今回はまた去年と同じようにネタ一本一本に音楽を意味かけてやってますこれ結構もう本当にやる人いないそうですねなんかあのなんでしょうね いいんですけどあの見る人によっちゃ出せっていう人もいるからそう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 これね多分ねあのテレビマンなんてもうあのコジダンプラスとか編集してる時、僕のディレクターねファミヤ D ねもっと調子ねアリエンぐらいやってたよテレビとかねバイアスロンとかお笑いバイアスロンの映像も一緒に作ってましたけど その影響で自分の単独にもやってしまってるというそうだってことダサいですねそうあのパッケージはいいんだよ将来ール S でそこまで勝ち上がった人たちのストーリーがあるからそれ当ててると気持ちいいんですけど俺はもうネタはもうネタはもう自分たちの可愛いもんネタだからそれに一個一個ストーリーをそうそお客さんとの熱量の差ねそあと旗から見るときの旗から見る一番芸人なんの多分ネタ なんか気象いともあわざす書いいてまれ気かもしれないですけどこれはもう僕の演出というかこだわりねこだわりなんでまあまあいいじゃないですか僕もそこもお任せしてますから演出が僕なんで完全にっていう感じでライブが終了しましたら打ち上げが控えてるということ完売をやらないといけないですね完売じゃなくて完売やらないといけない場所は言いませんが言いませんけどもね コラジも困るね。マジマジそこはそこはって言うんで。今日ぐらいはって言うんで。本当に文句言いたいですし。あいつら笑わかったっさあって文句言いたいんで僕らも。いやなやなごめんなさい本当に人呼んで。ごめんなさい。文句言わしてください。終わった後ぐらいは終わった後ぐらい文句言わしてください僕らに一生罰科すな。 こげの奴らは一生はつかんから。お願いしますと。文句の一つや二つ言わしたっていいじゃないですか。言うな。酒も入れて。どうも、酒も久々で俺は。そうですね、もとさん。は一月以来です。普段飲まないですからね、あんまり。一月の小座お笑い劇場以来、の本当丸三回。ああ、そっか、小座ね、あの、みんざと飲んだ時以来。そっか、そっか。焼いたっけ。いたか。いたよ。いたか。いたいた。あれ以来。あれ以来、まじ一滴も飲んでる、俺。あ、そう。 まま酒そんなに好きじゃないって思うんですけど酒飲む酒飲むって僕からしたら結構ギア入れないといけないんでま次の日も移動のことも考えといな何もない日完全に何もやらんでいい日1回くしゃみしますちょっと待ってくださいマイク切ったんで桃田さんのやばマイクしゃかに隠れてよ俺のマイク俺のマイクしか入れてないのにしゃかに隠れてて失礼しましたびっくりしたいはいはいはい これちっちゃ急に酒酒酒か打ち上げあるねっていう話ですよなんででもねあれ気持ちいいんですよ僕は酒飲んでる時のお笑いの話を中地とお笑いの話をしながら吸うタバコ一番うまいんですよなあ中地今回もしようぜ酔っ払って中地がギア入って先輩を先輩と思わないゾーンに入ってくるんですよ 入ってくるね対等になるんですよ急にボロクソ言ってくるときねで俺は別に酔わないんで別に酔ってるけどなんていうもうベロベロとかなんかあの記憶飛ぶとかはないんでそこまでいかんからな僕はないんであのあもう別に中かが面白くなってきたなと思って俺は結構ふっかけるんですよあれ俺のいないところやってもらって俺にまで飛び火が来るさあれそのでそれをタバコ吸うってのが一番おいしいあれ俺いないところやってほしいって言うな 俺終わったらカラオケまで行こうかなと思ってああ行きたいカラオケまで行ーズリーフをルーズリーフラオケまう必ず俺はヒルクライムのルーズリーフを歌うって絶対決めたこれもれこだからこれこれだからみんな知らんでしょ俺のルーズリーフ知らないよみんなそれ知らんだってお前とカラオケ行ったことやってほぼいないんだからヒルクライムのルーズリーフがお箱って知らんでしょ俺が知らないでしょみんなヒルクライムってあれって何なのあれってさあれって何なのあれって歌あたう違うたうたうた何たうたうたううう どちらかというと俺たち世代は「昼クライム」と言われたら春夏秋冬俺らは春夏秋冬って多分中一上がるか上がらんかぐらいだけどはい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 ルーズリーフ中三ぐらいだからそのドンピシャリなのに亮太いわくそのヤンキーくんとメガネちゃんでドラマの主題歌だったそうそうそうでそのドラマを見て両太はヤンキーになったそう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 伝説の歌なんだけどうん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 んう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 ん なんでしょあの最後がいいってこと最後がいいってかと最いんですよ最後がいいそのダサいとか使わずにあれを求めてるってことでしょ面白いってことでしょそれ以外は何なのそれ以外そのあまでのやつってさもう完全に俺何んていうあんまりいないさあのもうあのラップ系の歌をはいはいはい水に完全熱唱するやつってあんまりないわけねんだろうねあのちゃんとあの時モコくらい無理だってるそういうことね あの時だけお前好きすぎてもう歌い込んでるからもう頭の中に歌詞が全部出てくるからお前だけあの瞬間だけアーティストになってるお前あの瞬間だけライブしてる他の時は他の曲の時はちゃんと画面見ながら歌ってるからカラオケなのよただあの時は y の時はお前ジョインって入ってアーティストになったからで、最後の伝説のアルファベット羅列を読む瞬間にもう全力でカッコつけにいってるから これさ最後がいい最初がいいあれっすか真ん中繰いいすなんでよある程度盛り上がったところで盛り上がったくらいがいい一発目あれスタート一発目はちょっとしんどい一発目はしんどいすしめもしんどい締めは最後みたいなお邪魔しか そうな <laughs> いつもこの大体、うん、同じぐらいの世代で行ったらみんなで最後おじゃまじゃカニぶルんだって <laughs> これきついのよこの今回ね、うん、あのうちのマネージャーも来る予定なんで、はい、ほぼ同世代同世代カラオケっていうのがあ年一で開催されるんですけど年一とか半年に回ぐらいやってますねだからはい、はい、中地とかもそんな来ないじゃん中地も,も今もほぼ来れないんじゃないですか でぼこもそんな来ないじゃんこのカラオケ俺ぐらいじゃん行くのってそうあからさまに俺が年離れてるだからこれが基本的なメンバーがマネージャーと僕が一個下ですねと金ピラと僕がほぼ同年代僕が一個上なだけでほぼ同年代であとは若手がこう何人か来るからじゃないですかってなった時に中地はちょっと古い曲わかるから全然いけんのよ多分姉ちゃんとかの影響もあると思うだけど元さんは俺なんかその4つぐらい離れてるからしんどいんでしょちょっとしんどい時おいおいちょ あこの曲そんなにビーストウォーズ一番しんどいちょ <laughs> 今だから言うけどお前と森光兄さんが歌う「ビーストウォーズ」お前なんかが思ってる以上に俺しんどいからねお前なんかの「ビーストウォーズ」<laughs> 俺がお前なんかが思ってる以上にで知らんよやって話だからでビーストウォーズも俺が入れてないから別に毎回,毎回森光兄さんが入れてあ<ー>俺あんまり歌いから歌ってって押される<ー> <laughs> でもはい、はい あれは正直俺も一番歌ったらもう満足なんだけどまあ僕はバタフライとカサブタと心得が歌えるんでこれはもうバンコク全世代共通の青春アニソンなんでこれ歌えるやつは強いですからねガッシュベルメジャーデジモンという多分もうどのどの面であとは戦隊はお前なんかに合わせてあげてるから俺ちゃうんありがたいわうん 助かるわ。あとは、ええと、うちのマネージャーの。ジュリネーの。やっぱ気まぐれロマンティック。気まぐれロマンティック。あれ聞けたら、はい。帰れます。そうですね。気持ちを変えれます。そうですね。はい。今回、多分、森光兄さんはいないので。呼んだらいい。だ、呼んでもいいですけどね。たらっつって。ね。カラオケも行く。来るんだったら、来て。じゃ、にも行ってよ。ね。あいいよ。全然呼びましょうじゃ。森光兄さん、もし気が向けば、来てください。まあ、ね、同世代で。カラオケも、ついでにやるんでね。つってやりましょうよ。だから。 なんすか僕毎回入れてるなんすかあダパンプのイフですねあれ誰か歌うっていうはいはいはいあれもでもある程度のね年代ああれとかビーズビーズねビーズああビーズビーズとかいいよっよ本当にビーズを好き本当にキツイビーズとかはエグザイルもエグザイルも大丈夫エグザイルもまあそんなに好きじゃなかったから当時ねでも知ってはいる俺も別にめっちゃ好きだったわけでもない嵐とか好きだったからエグザイルとかあんま聞かんかったのよあのでも 俺なんか世代やと、あとタイガさんのあれね、あの、ゆいのチェリーあれ、聞かないといけないですね。いいんだけど、はいはいはい。本当、ビーストオーズだけはきついよって本当に知らない。あれだけ唯一知らない。下町兄弟知らない。下町兄弟。気持ちよく歌ってから。知らんよや。なんやんばと思って。いや、仕方ない。どう世代からおけって言ってた。いいんだけど、ちょっとは俺のことも考えなよっていう。 いやもうそ同世代カラオケについてきてるからいやいやついてきてるっておかしい呼ばれたか言ってんだよ俺知らねえよもうでもあの年代の曲をやりますよって最初に申告してるんで知らない曲はあってもそれはもうごめんなさいって言うだけどん1回目の同世代カラオケの時にもちろんそのラジオ終わりますけど1回目の同世代カラオケの時あの初めての同世代カラオケだからみんなが探ってたのよ探ってたで俺が一発目に書けたんだけど何歌ったか覚えてる覚えてない えっとねえっと猫。あディッシュのディッシュのうんうんうんでみんなが世代違うな当時のドンピシャだったからあ、そ当時のねドンピシャファーストテイク出た時だったからその時の流行りの歌誰も歌わんからじゃあディッシュでディッシュで歌ったみんな言わんかったけどんって顔してるお前なんかが探って歌わんからやわ歌ったでたんだよ一番無理やうんじゃないやつ

ライブも皆さん楽しみにしていただければなと思いますし、えー、我々あのは打ち上げからの同世代カラオケまで楽しみにして <laughs>、また、はい、来週、来週ですね、はいす、来週は生でやると思います。来週は生で、えー、ちゃんとできると思いますので、またあのライブの感想だったりだとかもう、コメント等でバンバンいただけたらもいいので、おなしさすね、えー、もらえたらと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、今回は収録でお送りしました、オードブルの深夜に召してるお相手は、松田健吾と モコモコマトジでした。また来週お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。